サフォードは、アメリカ合衆国アリゾナ州、グレアム郡の都市であり、同郡の郡庁所在地である。2010年の国勢調査では、人口9566人だった。サフォード市は、グレアム郡と東にあるグリーンリー郡を含むサフォード、小都市圏の主要都市である。サフォードの町は、州内南西部のヒラベンド町から来た、ジョシュア・イートン・ベイリー、ハイラム・ケネディ、 エドワード・タトルが設立した。1873年から1874年にかけての冬に平弁道を出てきていた。その前の夏に出水によって彼らが作っていた運河やダムが破壊されていた。1874年早々に到着すると村人たちが町の区画割を行った。その中にはいくつか原始的な建物もあった。町の名は アリゾナ準州知事アンソン PK サフォードにちなんで名付けられた。サフォードは1901年10月10日に町として法人化され、1955年に市に変更された。市内の大手雇用主はフリーポートマクモランカッパーゴールド、サフォード統合教育学区、ボーマンコンサルティンググループおよびウォルマートである。近年フリーポートマクモランカッパーゴールドが 市の北で2つの新しい工業施設を創業しており、北、アメリカでも最大の新しい工業生産所となっている。アリゾナ州刑務所複合施設サフォードとアメリカ合衆国共生施設サフォードも多くの住人を雇用している。綿花を生産する農業が経済の主要部分を占めていると考えられ、市内にはコットン人もある。市内を貨物鉄道のアリゾナイースタン鉄道が 通っており、また、サフォード地域空港がある。また、アリゾナ州交通省が、週間高速道路10号線から北に伸びる、アメリカ国道191号線を4車線道路に拡幅している。アリゾナ州交通省はまた、市の南を回る、アメリカ国道70号線環状路を、スウィフトトレイルジャンクションからサッチャーまで建設することも、検討中である。 サフォード統合教育学が、サフォード市の全体と外郭部のいくらかを管轄している。近くにある東アリゾナカレッジが高等教育機関であり、アリゾナ大学農学部支所が、市の東にある。現在の東アリゾナカレッジは2年生、コミュニティカレッジだが、州議会はこれを4年生教育機関に転換する、ことを委員会に諮っている。市内には、ディスカバリーパークもある。 これは、科学会館、小さな鉄道、修復されたそのン水辺などのある特徴ある公的教育施設である。サフォード市、グレアム郡図書館が市民に書籍、コンピュータ、無料教室、子供読み書き講座、及び娯楽を提供している。グレアム郡、グリーンリー郡、ヒラ合わせて13,625人の市民が利用している。サフォードは、 北緯3 2四4 9分24秒整形1 0 9四4 2分53秒北緯 32.82333°C 整形1 0 9 7 1 4 7 2八二3 2 8 2 3 3 3 1 0 9 7 1 4 7 2に位置しているピニャレー尿山脈が町の南西にそびえ立っているここには州内の山地でも最大の垂直な浮き彫りがある アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は8.6平方マイルであり、このうち陸地8.6平方マイル、水域は0.03平方マイルで、水域率は0.18%であるサフォードは、暖かい高地砂漠気候にあり、気象記録が採取されている農業センターでの標高が2953フィートと、比較的低いために、 アリゾナ州東部の大半よりも暑い。州都フェニックスとほぼ同じくらい高温に達することも多い。1月の平均最高気温は下肢60度であり、最低気温は下肢29度である。7月の平均最高気温は下肢98度であり、最低気温は下肢68度である。年間平均降水量は9.8インチほどであり、積雪は極めて稀である。 平均降雪量は0.8インチだが中央値は0である。一家は2010年の国勢調査による人口統計データである。サフォード市にはサフォード警察署がある。さらにクレアム郡保安官事務所も警察機能がある。消防活動はサフォードボランティア消防署が担当している。1907年8月7日に 所長一人とボランティア七人で組織化された。現在はボランティアが27人になっている。年間200回以上の呼び出しに対応している。対象範囲は市内5平方マイルと市の郊外部110平方マイルである。大相岸望遠教ォードは比較的孤立した位置にあるので天文台を置く高立地として選定されてきた。市の南西の山頂にある 天文台が撮影する画像の質を改善するため、サフォードと西隣のサッチャーの街頭は低出力のものになっている。軍の名前の元になったグレアム山が市の南西数マイルにある。この山にはグレアム山国際天文台と世界最大の大双眼望遠鏡がある。この山にはバチカン先進技術望遠鏡もある。またハインリヒ・ヘルツ・サブメディ派望遠鏡もある。 グレアム山国際天文台はアリゾナ大学が運営している。1985年のアルバート・ブルックスによる喜劇映画ロストイにアメリカではサフォードが舞台になった。また作家ジム W ・コールマンの著作、オーメンでも舞台に使われている。ありがとうございます。